皆さんどうもこんにちは、こんばんは、いとっちゃんです。はい、どうも皆さんね、今年もね、もう終わりですね。これが多分今年最後の動画かなと思います。ですね、今回の動画はまあチャンネル登録者数が1万人を越したっていうのと、あとはまあ今年1年振り返ってっていうのをもね踏まえて、やっていきたいなと思います。今年1年はですね、なんか新しいこといっぱいいろんなことやったなって思います。色吹きとかもね、まあ去年からね、少しやってたんだけど、名前を付けたのは今年からなんで、まあ色吹きも今年から始まったようなものなので、ね、かれこれもう長いことやってますけど、いろんな武器やりました。結構な武器数やりました、やらせていただきました。ね、いろいろね、試行錯誤しながら頑張ってたんですけどね、なんか、なんかまあ中途半端かなとは思うんですけど、もうちょっとね、面白くやりたいかなと思います。あとはね、今年の頭で言うと、うちのクランの岩城さんが代々木キャラバンで MVP 取ったとかね、そういう話もちらほらあったりはするんですけど、僕自身の話ですと、今年の頭はね、なんだろうね、大してなかった気がするな。なんか、あんまりやってなかったんだよな。いや、やってたけど、そこまで、なんか、フラグムービー出したか。フラグムービー出しましたね、そういえば。14出させていただきました。アニソンのダブスティックバージョンで出させていただきました。あれはね、結構ね、音楽いいです。すごく気に入りましたっていう声が多いので、嬉しいなと思いました。フラグムービーで1個思い出した。そうだ、岩城さんとの動画がありましたね。そういえば3月にやりました。岩城さんとの、なんだっけ、リア友のね、福島エイムっていう題名で、これすごいこう服ずれちゃったけど、まあいいや、やらせていただきましたね。岩城さんと、アルコールでね、これ、まだにね、使い切れてないっていう、このビオレの、これですね、これ、このビオレの消毒スプレー、これでね、やったなと思います。ちょっと懐かしいね、あれもね。もうあの環境がないんで、この間デスク紹介したと思うんですけど、今の環境なんで、あの環境はなんか懐かしく覚えてきちゃうかな、最近の話だけど。まあそんなこともありつつ、夏すぎてちょこちょこ YouTube ライブが多くなってきたかなと思いますね。ウェルカムマッチだったり、あとはまあ、プラチナマッチだったり、スターマッチ、こう、目指せスターマッチだったりとね、いろいろやってきましたけど、最近は配信も多めで、なんとかね、やっぱ楽しいなと思いますね。多くやるとそれなりにね、いろんな人来てくれるんでね。あと日本人ばっかりじゃないっていうのもね、すごくね、グローバルな世界になってきたんじゃないかな、なった年かなとは思いますね。海外の方とも結構、いろいろ遊ぶこともできたり、コミュニケーションを取ることができたんでね、嬉しい年だったかなと思います。あとはですね、まあ今年の最後の方に、年末の方になって、まあ、キャラバンに行ったりね、宮城キャラバンですごいいい思い出ね、いっぱいありました。見せれないような、一時期ね、ツイッターのね、なんだっけ、ヘッダーの方に、載せてたのかな。俺がね、カプセル、リアルガチャの、カプセルとかを入れる段ボールに俺が突っ込んでるっていう画像がね、あった、一時期載せてたんですけど、あれとかね、なんでああいう風になったのかもうすごいね、見せたいんだよね。まあ見せますね。あの動画あるんで見せますけど、ものすんごい恥をかいてる動画って、もう、100人くらいもいる会場の中で、もうね、最後の方に、ちょっと無茶ぶりをされてね、俺がね、エアー5をやってくださいよっていう話になって、その5をやったっていう動画があるんですけど、そのね、恥ずかしい話だったり、いろいろありました。ねえ、そんな、なんかあれもね、しかもなんかキャラバンって、あれじゃん、なんか写真撮影あるじゃん。あの写真撮影さえ、みんな写真撮影をせずに俺の方のそのネタを見てたっていうね。それくらいね、もうみんな見てる中でやらされて、ど滑りした、まあなんか、そんなに滑ってなかったよって言われたけど、俺の中ではもうすごい、滑ったに近い何かを感じながらね、やったネタがあります。まあそれはね、後々見せようかなとは思いますけど。まあそんなわけでね、今年1年にたくさんいろんなことがありました。チャンネル登録者数1万人越したことがとてもね、今年は嬉しいかなとあります。あと、ジムニコ生が4000人越してたんだよね、この間、見たとき。それもすごく嬉しかったです。ニコ生はそんなにやってないんだけどね、今 YouTube の方がメインなので。まあそんなこともね、ありつつ、
今年もたくさんいろんなことがあった、とても楽しかったですね。アバもですけど、アバ以外の面もそうですね、楽しかったです。来年はですね、皆さんとね、より良い楽しいあのアバ生活に、アバライフですね、アバライフにしていけたらなと思いますんでね、配信も多めにしてね、ウェルカムだったり、あとはまあスターに目指す、まあもともとスターだからね、ランクスターに戻したいなとは思いますけど、目指せスターマッチだったり、まあ、もしね、頑張れるんだったらそれ以上だったり、あとはクランの方ではね、あの ODL だってね、お好きなマークもらえるっていうことで、それ目指して頑張っていきたいなとは思いますのでね、皆さんね、もしよろしければ来年もね、あのイトちゃんとファインポーの方をよろしくお願いいたします。ね、今年1年本当に皆様お世話になりました。そんなわけでね、今回はねここまでとさせていただきますね。そんなおしゃべりだけで6分くらい撮っちゃいましたけど、皆さんもね良いお年を過ごしてください。それでは、皆様今年1年ありがとうございました。良いお年を。感じの角度でレールとか手すりとか滑っていく技なんですけど、こういう角度で早くやれよ。体でやります。早くやるよじゃねえよ。怖えんだよ。